森永ミルクキャラメルは森永製菓によって販売されているキャラメル菓子である。製造所は森永製菓株式会社小山工場。キャラメルの販売自体は森永製菓の前身の森永西洋菓子製造所が1899年に創業した頃から行われてきたが、現在の商品名になったのは1913年6月10日からである。発売当初。 高温多湿の日本の気候に合わず、キャラメルが溶けてしまうという性質から、森永太一郎が改良を重ね、1914年、携帯用のミルクキャラメルが発売される。初期は、売り期間一近に一粒五輪のバラ売りで販売されて、いたが、容器材などに経費がかかり、高級菓子となってしまったため、その後、現在まで続く黄色い図案の紙容器となった。 大正末期から昭和20年代にかけては帯風をしていたが、その後廃止された。1935年から第二次、世界大戦終戦までは帯に祈り文長級の文字が入れられていたり、またブリキ缶による二文用のミルクキャラメルが発売されたりと、先人色の濃いものもあった。森永製菓の全商品中、現在も唯一昔のエンゼルマークを使用している。なお、 箱入り商品は箱内部の船と呼ばれるキャラメルを載せている部分の裏側に懐かしの風景というコーナーが印刷され、対象、昭和時代の世相や懐かしの遊びを差し絵とともに紹介していた。表側は黄色地に帯をイメージした紐などの線画が描かれ、黒字枠にエンゼルマークと森永縦書きにミルクキアラメルとあり、両サイドに滋養豊富。 風味ゼッカの筆文字がある。裏側には森永金星と記されている。また、下部分は登録商標第449,283号と記されている。基本図案は原則として変更することができない。ただし、アクセントとして特別表示をつけることがある。大粒の場合は、箱左下に大粒と表示している。二千九年秋頃より、 放送上記の森永ミルクキアラメルのロゴが太字で森永キアラメルのロゴに変更され、さらに誕生100周年を迎えた2013年夏以降の出荷部により箱12粒入り放送のみ上記の森永キアラメルのロゴが森永ミルクキアラメルシンス1913のロゴに変更された。なお、1962年から1970年代中期に かけて、アメリカ人デザイナーのウォルター・ランドーによる、新図案の厚型のものが発売されたことがある。しかし、消費者が選んだのは慣れ親しいんだ、旧基調図案もので、その後も、現在まで講述する、森流しをキャラメルを除き、ほぼ旧基調図案で統一されている。2014年10月1日には、グッドデザインドングライフデザイン賞を受賞している。 商品名がキャラメルからミルクキャラメルに変更された6月10日はミルクキャラメルを通じ懐かしい思い出を語り合う日としてミルクキャラメルの日と制定されている。2月現在ほかほか食品ほかその手ほかコード、経済成長期に東京、銀座に広告塔として存在したネオン地球儀。発売当初から新聞、雑誌、 街頭ポスターなどの広告などを展開してきたほか、昭和中期まで大規模な宣伝活動も展開された。以下は、その代表的なもの、など、など上高地、かっぱ橋の横にある森永製菓が贈呈した記念碑、ありがとうございます。